イラは、鈴木目ベラア目ベラ科に属する魚の一種。南日本、台湾、朝鮮半島、シナ海に生息する。イラの生魚。黒色者草体の後ろを添うように、白色者草体が走る。イラの幼魚。生魚とは、模様が異なる。イラの背びれ。十二棘七軟条。全長約四十から四十五センチメートル。背びれ十二棘七軟条。 尻ひれ三棘十何条。体は楕円型でやや長く、側平たである。また、イラ族は、ベラカ魚類の中では、体高が高い。額から、上顎までの傾斜が急で、甘大を寸詰まりにしたようである。同性魚のオスは、全額部が隆起、肥大し、噴部の外角は垂直に近くなる。甘大より、鱗ろが大きい。両額馬は、文史上には融合せず、融合し、 巨子園のある隆起線を作る。しかし舞台間魚類のように指板を形成することはない。全部に最低一体の大きな剣歯状の刃がある。側線は一続きで緩やかにカーブする。前災骸骨の公園は細かい巨子状となる。おひれ公園はややマリー。体色は紅い褐色から暗光色で、服色は色が薄く、おひれは濃い。後身は青色で、 ヒレの端は青い。背びれと腹びれ、尻びれは黄色。背びれ極部の中央から胸びれ基部にかけ、不明瞭で幅広い黒褐色の車窓体が走る。その帯の後ろを襲うように白色車窓体がある。幼魚にはこの車窓体はない。死有の退色や反紋の差が大きい。沿岸のやや深い岩礁域やその周りのされ規定に見られ、単独でいることが多い。 日本近海での産卵期は夏。夜は岩陰や岩穴などに隠れて眠る。メスからオスへの性転換を行う。付着生物や訂性動物などを食べる肉食性。これはイラ族の魚類に共通する。食用だが、肉は柔らかく、うまくさばけば上品な白身だが、評価は普通、または風味と分かれる。また水っぽいという意見もある。 他種と混獲される程度で、漁獲量も少なく、あまり利用されない。刺身、煮付けなどにされる。和名の由来は、以下の説がある。地域によって、いろいろな名前で呼ばれる。名前から、天子や、天大、武大、寒大と混同されていることがわかる。天、台大、い伊磯天大、伊だ、沖の天大、寒大,大、寛の大、九時、けさ、コス、コンス、たつ、です。 テスコベ、鍋、鍋割り、ハトの目、バンド、舞台、ベルト、ホテイ、木図、モブシモ虫など数多い。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a a b e 1 9 8 7 p 7 1 1ハット a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 木村2000 P181ABCDEF 小西2 0 1 1 p 2三3 2 a b c d e f g h i j k l m n o p q r 岡村二岡 1997P464 から4 6 5ハット a b c d e f g h i j k l m n カンバラ岡村 1985P68 ありがとうございます